クーポンをうまく活用しましょう。現地のを使おう。旅行に行きたいけどちょっと高すぎませんか？ということで、こんにちは、モーリーです。今日はですね、旅行に行きたいなと思ってるけども、実際いろいろと旅のプランとかね、ツアーだったり飛行機だったりホテルとか調べてると、いや意外とお金かかっちゃうなみたいな感じで躊躇しちゃってませんか？そういう方ってね、多いと思うんですよ。で、僕もなんかコロナが落ち着いてきて、そろそろ旅行こうかなって思ったりした時に、あれみたいな、こんなに高かったっけみたいな感じでね、思うこともあるんですよ。なので、まあここでね、どんな方法を使えばお得に旅行が行けるのかみたいなことをね、思いつく限り今日はね話したいと思います。で、これを見ていただければ、僕はね旅貯金チャンネルで節約をしてね、貯金を作りましょうみたいな話をしておりますので、ぜひねお得に旅に行ってほしいなと思うんですよね。お得に旅が行ければその回数も増やすことができますし、もっと気軽にね旅に行くことができるということで、もう本当にプラスになることは間違いないので、ぜひね見ていただければなと思います。最後にね、旅のあるあるも言いたいと思いますので、よろしくお願いします。それではどうぞ。旅をね、できるだけこう安く行くということで、まあいろいろ考えてる中で、全部でね、11項目あるかなと思ってます。もちろんね、それ以外にもあるような気がするので、いや、こういうのもあるよみたいな感じなことは、ぜひね、コメントで僕に教えていただければ嬉しいです。皆さんの知恵をこうね、結集したいと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは早速ね、一つ目から言っていきたいと思うんですけども、一つ目がですね、セール料金を利用しましょうっていうことですね。これは LCC だったりとか、LCC の話もね、過去にさせていただいてますけども、LCC のセール、結構頻繁にやってます。で、その LCC のセールを使って飛行機を取れば、本当に想像以上に安い金額で行くこともできます。例えば僕、過去に沖縄からバンコクまで2名でですね、片道8000円みたいなね、プランがあったりとかしたんですよね。信じられないですよね。関西から東京に行くよりも安い値段で、バンコク国に行けちゃうみたいなね、そういうとんでもないプランが結構あります。ハワイ旅行にしても、今までだったら往復で10万円かかってたのが2万円ぐらいでね行けるようになったりとか、本当にねリーズナブルな金額で行けるような感じに今なってきてます。なので LCC のそのセールはチェックするっていうところはまあ第一として、もう一つレガシーキャリアですね、 ANA だったり JAL だったり、 LCC じゃない飛行機に関してもセールをやったり早割りをやってたりとかするので、まあそういった料金を見逃さないっていうことが大事ですね。あとは初めてこう就航しますみたいな路線だったりとかするとお得にチケット代もマイルのね数とかも特別に減らしてたりとかするので、そういったことをね利用するっていうのが大事になりますね。この辺りはね誰でも思いつくことじゃないかなと思うんですけども、次にね、二つ目がですね、やっぱマイルを活用しましょうっていうことですね。マイルっていうのは航空会社のポイントシステムみたいなもんなんですけども、だいたい国内線で1マイルあたり2円ぐらいの価値がありまして、例えば海外のビジネスクラスとかを取ると1マイル8円ぐらいの価値になったりするんですよ。なのでマイルをしっかりお得にこう貯めておくことで非常に安く旅に行けるっていうことですよね。だからクレジットカードをしっかりとマイルが貯まるものを使ったりとか、まあそれもね、他の動画で話しさせていただいておりますけども、その使い分けだったりとかも話しておりますので、ぜひ見ていただければなと思います。いや、そもそもマイルの使い方とかマイルの意味がわからない、そんなあなたにちゃんとモーリーチャンネルは動画も用意しております。マイルでの飛行機の取り方ということで動画を用意しておりますので、そちらもね見ていただければなと思います。で、次3つ目ですね。3つ目がクーポンをうまく活用しましょうっていうことですね。これはまあ1番目のセールとかと被る部分あるんですけど、結構クーポンを特別に発行してたりとかっていうのが各航空会社とかも出してたりしますし、国内旅行においては例えば復興割みたいなね割引があったりとか、まあ最近であったら GoTo トラベルキャンペーンっていう形でそういうクーポン券が出るっていう話もありますので、まあそういったものもしっかりと活用していくということが大事になりますよね。これも結構ね、知らないまま正規の値段で取っちゃったみたいなことがよくあるので、見逃さないようにしてくださいね。で、次ね、4つ目ですね。4つ目は飛行機の取り方ですね。これはお得な便をやっぱこう探すっていうのが大事になりますよね。で、それに役に立つアプリっていうのがありまして、僕が推奨させていただいてるのはトラベルコっていうアプリとスカイスキャナーですね。この2つのアプリを使っておけば、まあまあ安い便を探すことはできるかなと思います。もちろんね、細かいことを言い出すと、この便に関してはこっちが一番安いとかってあるんですけど、そこまで言ってると、もうそのね、探してる時間的コストの方がもったいないということになるので、まずもうトラベルコ、スカイスキャナーだけで
で調べるみたいな。僕はもう最近はトラベルコだけで調べるとかね、いう風になってますけども、まあそういうアプリを使っていくっていうのが大事になりますね。で、他にも対談でさせていただいたように、韓国発券みたいな感じでチケットを取ったりとかすると、海外旅行に関しては、日本から直接行くよりも、韓国経由で行った方がかなり安く行けるとかっていうことがありますので、まあそういった裏技的なね、飛行機の取り方を利用するっていうのも大事ですね。いやー、すごい方法をね、皆さん思いつくもんでね、僕も本当に対談をしながらね、感動しました。僕もまだやったことがない。で、次ね、5つ目ですね。やっぱりその飛行機を取った後はホテルを取りますということで、ホテルもやっぱお得に取らないといけないですよね。で、このホテルをね、安く取る方法で、ホテルズ .com だったり、アゴだとか、プッキング .com とか、エクスペディア、あとトリップ .com とかね、まあいろんな飛行機を探すのと同じような形で、そういうお得な料金のものが探せるアプリがありますので、で、これもね、自分の中でこの4つで調べるみたいな感じで決めておいた方がいいと思います。まず1つのアプリで自分の候補となるホテルを、例えば3つぐらい決めますと。値段も安いし、場所もいいなっていうのをこう見つけて、でそれを各4サイトぐらいで調べると。でその中で一番安いものがあったりします。この A っていうホテルはアゴダが一番安い、この B っていうホテルはホテルズ .com が安いとかっていう風に、なんか結構ねアプリによって一番安いところって変わってくるので、しっかりねその辺も見てあげるようにしてください。であとはね、やっぱ予約するタイミング、かなり前もって予約をしておくといいとか、直前に予約する方が安いとかね、いろんなパターンがありますので、まあそれも僕は結構直前に予約します。一番直近で言うと本当にもう今日から旅に行くと、で今日撮るみたいな感じだったりとかもするんですけど、まあそういうねギリギリに撮るっていうことも安く行くためには大事だったりするので、見ていただければなと思います。であとね、ホテルもやっぱセールだったりクーポンだったりとかあるので、そこもしっかり活用していくといいと思いますね。で次ね、6番目ですけども、6番目はね、駐車場を割引でうまく活用しましょうということですね。これまあ車で行く人に限った話ですけども、車を使う方は駐車場も結構旅費代として大きくなりますよね。特に空港の近くの駐車場って高いんですよ。4泊5日とかで行ったらもう1万円ぐらいかかるみたいなことがザラにあるので、ここはね民間の駐車場ですね、例えば1週間泊めれて4000円で済みますよとか、そういったところを利用すると。これはね空港によっても値段変わりますし、岡山空港みたいに無料でね泊めれるような場所もありますので、そこはねよく調べていただいて、安い民間の業者がないのかっていうところも見てください。で関西国際空港とか伊丹空港だったら KICS ATM カードっていうのを使えばポイントを使って安く止めれるっていうのがありまして、まあそれも他の動画で話してますので見ていただければなと思います。次ね、7番目ですね。7番目はね、いざ空港に行きましたと。で、例えばイミグレーションも終わったとか、保安検査終わりましたと。保安検査のね、注意すべきことも書いてます。で、実際に飛行機がね、発車するまでに節約したいと。カフェとか行ってお金かかりますよね。自販機で買ったりするとお金かかると。そこでやっぱラウンジを使うっていうのが節約になるわけですよね。プライオリティパスだったり、ラウンジが使えるようなクレジットカードを活用することで、旅行に行くたびにカフェ代が浮くみたいな感じになりますね。カフェ代どころか、食事なんかもね、できますので、食事代も浮くというところで、ラウンジの活用っていうのが節約に入ってくるかなと思います。でラウンジの使い方とか、ラウンジ使ったイメージだったりとかも他の動画で上げてますので、ぜひ見ていただければなと思います。モーリーチャンネル、だいぶいろんな動画ね網羅してきましたね。で次ね、8番目ですね。実際に現地に行きましたと。飛行機の乗り方についてはそれはそれで話してますけども、現地に着きましたと。で実際その現地のお金、海外旅行に限ってですけど、現地のお金どうするのかと、事前に空港で両替しとくべきなのかっていうところなんですけども、これはお勧めしてるのがキャッシングで両替をするっていうことですね。現地の ATM でそこでこう引き出すという形ですね。キャッシングをすることで手数料が低めに借りることができます。ただ ATM がねないような国とかもあるので、事前に調べて怖い場合はある程度は空港で交換したり、 LINE でそういう外貨と交換できるサービスがあったと思うんで、まあ、それを活用したりとかおすすめです。で次ね、9番目ですね。9番目は現地でねインターネットを使う場合なんですけども、自分が持ってる携帯の海外プランみたいなのを使うっていうのも一つなんですけども、気軽な反面ちょっと高かったりとかするので、ここはね現地の SIM カードを買って SIM カードに付け替えるっていうのが一番安く済む方法かなと思います。で最近であればちょっとねやっぱ進化してきて、クラウド Wi-Fi みたいなサービスで日本でも Wi-Fi をこう使い放題で、そのまま海外も何ギガか使えるみたいなサービスがあったり、楽天モバイルですね。楽天モバイルも日本では使い放題で、海外も2ギガまでは自由に使えるというようなプランもあったりとかしますので、そういったものを活用すると難しい手続きもなくそのまま使えるっていうことですね。
で、次ね、10番目ですね。10番目はですね、現地のツアー会社を使おうということですね。海外に行った時、いろんなツアーに行きたいですよね。で、その時に、事前にその日本でツアーを申し込むのもいいんですけど、どうしてもやっぱ割高になるんですよね。なので、現地で、その場でこういうツアーに行きたいみたいな話をしたりとか、パンフレットを見せたりとか、調べたインターネットを見せたりして、現地プライスで行くっていうのがお得になりますね。これもね、ぼったくりに注意しないといけないんですけども、やっぱり日本の値段がどれぐらいかっていうのを調べておいて、それよりもね、安くなれば OK っていうことで、うまくそこは判断してもらえればなと思うんですけど、現地でやっぱり取ることが節約になりますのでね、押さえておいてください。で、次11番目ですね。11番目はね、ちょっと究極のことなんですけども、お土産をやめちゃいましょうっていうことですね。これね、お土産って結構旅行代より多いんじゃないかっていうぐらいお土産を買う人もいますし、本当にね、そのお土産が必要なのかっていうところは、しっかり僕は考えた方がいいんじゃないかなと思ってて、別にお土産の文化を否定するわけではありません。ただ、本当にね、この人にお土産を渡したいとか、みんなにこの旅に行った喜びをシェアしたいみたいな思いで買ってるんだったら僕は全然いいと思うんですけど、なんか義務感で買わないといけないとか、買わないと何言われるかわからないみたいな、そういうなんか世間体を気にしてお土産を買うっていうのは今までの常識から考えると外せないことだと思うんですけど、まあそこにあえてねメスを入れるとしたら、本当にそれは必要なのかなっていう感じなんですよ。お互いになんか負担になってないですかっていうことなんですよ。だからこれはね、飲み会を断れみたいな話とか、結婚式のね披露宴断れみたいな話と、まあ似たような話なんですけども、お土産も本当に必要かなっていうところですね。なのでそこをもうあえて買わないと。僕はもうね、お土産基本的にやめてます。いろんな旅に行くので、もうそれに毎回買ってたら僕もとんでもない金額になってしまいますし、基本的には買わないっていう風にします。よっぽど珍しい地域に行ったり、僕の中でちょっと買いたいなって気持ちが起こったりした場合は買ったりとかしますけど、基本的には買わないと。そしたら荷物もね減らせますし、余計なお金も使わないということで、それが当たり前になれば全然どうってことないんじゃないかなと思います。それによって嫌われちゃうとか、それこそ取引先の人がもう仕事くれなくなったとか、会社クビになったとかって多分ないと思うんですよ。逆にそんな会社とかあるんだったら別に付き合う必要なんじゃないかなと思うんで、ぜひねそのあたり徹底してみてはいかがでしょうか。ということでですね、11個をね節約方法というか、旅をお得に行く方法をバーッとこう喋ってみたんですけど、皆さんどうでしたか？他にもなんかこうこういうのあるんじゃないかなとかなかったですかね？ぜひあればコメントの方をいただければなと思います。それではね、旅のあるあるを言いたいと思います。今日の旅のあるあるはですね、これだけ旅をお得に行きましょうって言いながら、いざ旅に出かけると散財しがち。これもあるあるですね。旅に行くと気分がやっぱ高揚したりとかするので、毎月こう定期的に行ってるとかになると冷静に判断できるんでしょうけど、特別感あるのでうわーっとこう盛り上がって結構使っちゃったなっていうのはもうあるあるだと思います。あるあるって方はぜひね、いいねコメントお願いします。いや、そうじゃない人もぜひコメントいただければなと思います。ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。今日の話どうでした？もしね、納得っていう場合はね、もう仲間みたいなもんなんでね、チャンネル登録の方していただければなと思います。見たよとかね、コメントいただけると嬉しいです。